公式サイトをご覧の皆様、こんにちは。ザ・ステージカーニバル始まりのロンド、ツバメ&ヨタカバースデースペシャル。4月10日はツバメとヨタカの誕生日ということで、今回はこのカラスナメンバーの4人で動画配信していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということでね、もう早速あの自己紹介からいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、初から自己紹介。はい、はい、ヨタカ役の大見拓人です。よろしくお願いします。はい、ツバメ役の海地博です。よろしくお願いします。お願いします。椿役の小板橋美鈴です。よろしくお願いします。メガ役の黒木翔です。よろしくお願いします。やっちゃった。拍手少なくないですか。ということで、あの今回僕たちも見て分かる通り、ちょっと初めて衣装を着用させていただいたんですけれども、はい、まあ、この衣装を着て各々思うことはあると思うんですけど、どうですか椿さん。私か。そうですね、私はもうカラコンもしたことがなくて、ウィッグも初めてで、つけまも初めてで、谷間も初めてなんですけど、そこは初めてのことづくしで、すごい今高揚してます。なるほど、はい、谷間初めてね、ちょっとどうすっこでよろしくね。そうですね、ちょっと長生してあんまりなんか、はぁーで終わってたね。はぁーで、まぁちょっとまぁ、あ、他のね、すご衣装も皆さんすごいですけど、これがね、実際本番もう総キャストバッと並ぶってなると、うん、まあ、ちょっと映画楽しみというか、そんな素敵なキャラがいっぱいいるカーニバルなんですけど、こう原作をね、皆さんもちろん読んでたり見たりしてると思うんですけど、こう原作を見て、まあ、思ったことやなんかそういう感じたことなどはありますか、ツバメちゃん。はい。原作は、ま、本当に最初読んで、まあ、アニメと漫画と見たんですけど、楽しいですよね、本当に。なんかまずとにかくキャラが好きで、キャラ好き、好きですよ、大好き大好き、そうキャラ好きです。なんかイケメンしか出てこない。そうイケメンしか出てこないから、イケメンと可愛い子しか出てこないから、絵がすごい綺麗で、ね、綺麗だし、つくもちゃんとかいい子で、うん、あんな可愛くて、やばいですね。ずるくないですか。性格もね、ちょっと男心くすぐられるところが最高ですね。まあ、個性豊かなキャラクターがいっぱいいるんですけれども、その中でもこうつながりの強い双子であるツバメとヨタカが今日お誕生日ということで、その2人のお誕生日をもう自分の役でですよ、お祝いするならどうお祝いしたいかなんてありますか。お互いで大丈夫です。お互いで欲しいものとかでも大丈夫です。あ、自分がヨタカがツバメにあげるんだったら、可愛い髪留めですか。ツバメの着てる服ってなんかちょっと地味っていうか、なんか女の子らしい格好であまりないじゃないですか。まあまあまあ、なのでちょっとでも可愛くさせてあげたいっていう気持ち込めて。優しい。わあ、優しい。冗談と言った、いいこと言った。もう今日何も喋んなくて大丈夫。これで好感度もう喋んなくて。ツバメちゃんは何かありますか。もらいたいもの、まあこう言われてほしいと。え、いや、うちはあんまりお金がないので、そう、豊かには、でもクッキー作ってあげたいなって思って。かわいい、喜ぶぜ。頑張って作って、喜ぶ、そう、クッキー、そう、でも結構ツンデレかもしれないからね、その辺は受け取ってくれるかどうか。いやいやいや、本当は嬉しいけど、いらないっていう可能性もいやいやいや、絶対受け取る、受け取る、絶対受け取る。あ、やった、やった。じゃあなんかもう椿的にこうあげたいものみたいなね。僕があげたいものって言ったらおかしいようなことになっちゃうんで。そうですね。ちょっとね、危ないもの、危ないものなんで、こうツバキ的に2人にあげたいなみたいな。いや、もう私も本当にあのツバメもヨタカも大事だから、いっぱいいろんなものあげたいんだけど、ちょっとごめんね。いい、いい、全然いい。でもごめんね。でも今日はせっかくお誕生日だから、うん、クッキーじゃないんだけど、うん、なんとケーキを用意しました。どうぞ。ケーキ、おめでとう。ケーキ来ちゃった。ハッピーバースデートゥー、ハッピーバースデートゥー、ハッピーバースデーツバメ&ヨタカ、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。ありがとうございます。すごいですね、用意していただいて。これは食べて OK ですか。食べて OK ですか。 OK 出ました。あ、ちょっとフォーク、もう一つごめんね。
全然そんなのはいいんだ。そんなのはいいの。そんなのはね、今回はこうやってね、誕生日なわけですけれども、これ実は5月21日はね、もうアフターイベントがある通り、ガレキ君のね、ちょっと話聞いてます。話聞いてます。大丈夫ですか？ガレキ君の誕生日ということで、ピンクね。ガレキ君の誕生日なんですけど、これね、実は本番までにいろんなキャストと他のね、役もっとね、誕生日を迎える方が多いんです。ということでね、聞いてます。一応食べてる。あ、ガレキ君が誕生日。ガレキ君が誕生日なんですよ。ガレキ君の誕生日はおめでたい。おめでたい。おめでたい。おめでとう。おめでとう、ガレキ。おめでとう、ガレキ。ということでね、ちょっといいですか、トークの方。トークの方よろしいですか。どうぞ。ガレキ君とかもいろいろ誕生日がいるということで、誕生日にまつわるエピソードね、一つぐらいこういただいておかないと、ちょっとね、取れ高としてね。いただきたいなと思うんですけれども、美味しい美味しい。あ、ちょっとヨタカ君、どうですか、誕生日にまつわるエピソード。誕生日にまつわるエピソードですか。なんかこう、自分の思い出に残ってるエピソードの全然自分のですか。実は本当に双子でして。え、本当に双子なんですよ。リアル双子。リアル本当ですか。本当に双子なんですよ。え、お兄ちゃん、弟。自分、兄で。おお。兄なんですけど。へぇー、本当にすごい。それで、その自分兄で弟がいるんですけど、家帰った時になんか冷蔵庫あったらケーキが買ってあって、もうその瞬間気づいて、これ俺のだなみたいな。これどういうことって言ったら、一緒に食おうぜみたいな。待ってくれってて、帰りを。めっちゃいい弟。それはさすがに嬉しかった。本当に双子ってすごいですね。そんな偶然があるの。完璧な役作りできますから。すごい。ちょっと完璧やばい。完璧もう誰にもできない役作りできますから。素晴らしい。なんかつばめちゃんこうありますか、エピソード。なんかこう、あ、エピソードってあれじゃないんですけど、ね、つばめと豊かが4月10日生まれなんですけど、はい、うちのお父さんも4月10日生まれなんですよ。いや嘘でしょ、それは。それは本当に重なりすぎ。マジですか。いや、すごくない。奇跡が重なりすぎだ。すごいでしょ、すごいでしょ。すごいですね、お父さん。おめでとうございます。ありがとうございます。ガレキ君かっこいいなって思う人絶対いっぱいいると思うんですけど、いやもちろん、魅力がありすぎて。いやもちろん。そんな中でも皆さんが各々思うガレキの魅力などがあればね、女性陣なんかどうですか、女性から見てみたいな、こうガレキ君の良さ。みんなで言っていく感じですか、これは。じゃあ、行きましょう。行きましょう。どんどん行ってみましょう。あ、僕ですか。僕、あ、僕がねえですか。僕、あるんですか。あります。目があります。いや、あります。すっごい見てるんで。あるならいいんすよ。あのね、ガレキはね、あのね、なんでしょうね、その男気があるというか、こう、自分のことよりもこう他人のこと優先でこう行動で、なんで笑ってるんですか。これマジで、マジで思ってる。マジで、これマジで、それはマジで思ってる。マジで思ってる。ね、と、って思うんで、ちょっとまだガレキね、役の方お会いしたことないんですけれども、ちょっとまあ、ね、ちょっとお願いします、ちょっとね。なんだよ、ガレキさん大好きなんで、もう、そういえば男気が溢れるとこが、まあ、好きかなと、僕は思います。どうですか、椿様。私か、なんか、やっぱ一緒に4人で暮らしてるじゃないですか。で、私たちやっぱり色合いがすごいじゃないですか。で、その中で唯一ガレキ君が黒髪っていうのが私すごい大事な存在ビジュアルですね。すごいクールでかっこよくて、ね、なるほど、クールでかっこいい。黒髪貴重だなって思って。黒髪貴重。そうですよね、確かに黒髪貴重ですよね。確かに、そうかもしれない。結構変なこと言っちゃった。個人的に黒髪の方がタイプってことですよね。え、いうことで、まあ、そうそうそう。はい、つばめさん、つばめさん、どうぞ、つばめさん。テレヤのとこ。あー、かわいいんですよ、かわいいんですよね、それは。そう、あの歴史かわいくて大好き。でも、いろいろ口に言わないですもんね。こう、なんか、え、なんで、ちょっと待って、なんで僕が言うとか言うの。とか、とか。で、瓦礫の何を知ってんのかな。ほんと、ほんと、ほんと。ヨタカ君どうですか、ほんとに。彼は言葉遣いがすごい正しくて、で、礼儀もすごいしっかりしてて、もう会った時の印象がもうまずしっかりしてるっていう。
印象なんですね。ちょっと待って待って待って。ああ、これすみません。これあのガレキ役の飯山さんのことでしたね。飯山さんのこと。ああ、なるほど。飯山さんのことを。ついさ、事務所同じなんですよ。ああ、そうなんだ。たまに会うんですけど、本当にいい子。あの僕より3つぐらい年下なんですけど、年下なんだ。すんごいいい子。絶対自分よりしっかりしてる。ということで、いいですか。まあ僕はちょっと入ってないかと思うんですけど、3人のね、ガレキ君のことすっごい、まあ、好きだと思うんですけどね。まあちょっと各々ガレキ君にこうアピールしていきたいなと。ありますか。カメラに向かって、ガレキ好きアピールとカンペが出てるんで。ガレキ好きアピールですか。だってそれはもう私が一番好きに決まってるじゃないですか。いやでも分かんないですよ。こうやって原作ではそうなってるかもしれないですけど、いざ会ってみると、いや目がいやいやいや、なんでもない、なんでもない。え、なんで笑ってるんですか。なんでもない、なんでもないから。いや大丈夫ですか、アピール。これ結構今後につながりますよ。絶対勝っちゃいますよ。まず、その男同士の友情っていうのがあるじゃないですか。男同士の友情、あったかないもん。もうそれしかない。僕はそれだけかい。なんかヨタカとガレキって仲いいようで、多分きっと心の中ではその通じ合ってるんですけど、なんかやっぱさっき照れ屋みたいな、お互いツンツン、そうだね、どっちもね、ツンツンしてるので、その男の友情っていうのが、まあでもその友情僕がぶち壊すんで、あのもうそれはないことになるんで。で僕はあの稽古入りましたら、もうあのもう毎日飯山さんのことをね見てるんで。これなんで飯山さんに向けて言ってるんですか。じゃあアピール、アピール、アピール、ガレキ大好きアピール、好きアピール。どうです、女性陣の方、大丈夫ですか。おいや、もうさっきも言ったけど、テレアナ、ガレキが可愛くて大好きだよだよ。いや絶対、絶対、まずガレキはまず自分のこと絶対好きです。いや、絶対私の方が好きだ。いやいや、絶対自分の方が好きです。いや、絶対いや、絶対僕のことは嫌いです。知ってる。うん、それは確かに。やっぱその男同士っていうのは強い、強い、絶対強い。それはあるけどね、男同士でいいけどね。まあでもガレキ君ね、こう誰が好きかっていうのは実際に4月18日のプレイベントの際に、これをガレキ君にお尋ねしていただけるそうなので、そこで結果が出るということで。お姉ちゃんは、え、ガレキ、私あなたの名付け親よ。あ、もうやばい、強すぎる、強い、強すぎるよ、強すぎる。今ので全部持っていかれちゃうだよ。お姉ちゃん、お家に連れて帰ってきたし、名前つけたよ。いや、椿姉ちゃんはちょっと反則だ、椿姉ちゃんは反則だ。ということでね、4月18日にぜひガレキ君に決めていただきたいと思うので、よろしくお願いします。お願いします。ということでね、もうだんだんお時間の方でよろしいかと思うんですけれども、改めて公演情報のおさらいということで、公演情報の方を、ヨタカ君からまずね、よろしくお願いします。はい、では、ザ・ステージカーニバル始まりのロンドン、5月20日金曜日から29日日曜日まで池袋の R スポットにて上演します。平日5日間限定で来場された方に書き下ろしイラスト仕様の非売品缶バッジをプレゼントいたします。おお、すごい。はい、で、さらに公演終了後には日替わりのアフターイベントがあります。私たち頑張りますので、ぜひ見に来てください。それで最後ですね、チケット情報よろしくお願いします。はい、4月23日土曜日13時よりチケットの一般販売が始まります。そしてなんとですね、お席の種類が2種類あるんですよね。そうですね、はい、特価 S 席の方を ご購入していただいたお客様には、なんと、非売品クリアファイルとミニ色紙をプレゼントします。おー、すごい、欲しい、これ欲しい、しとかないと。チケット情報です。はい、はい、それで、さらにチケット、はい、3枚購入された方には、はい、3枚、3枚キャストキービジュアルブルマイド全3種ランダムでプレゼント。全3種。なるほど、ランダムで。これすごいですね。ということで、まあ、公演情報とチケット情報だったんですけれども、はい、そろそろお時間ということでね、今回皆様、ツバメ&ヨタカバースデースペシャル、いかがでしたでしょうか。いやー、いかがでした。そのやっぱりその、ヨタカが生まれてないと、今日自分ここにいないわけなんで。そうですね、ちょっと、やっぱりいろんな方々に
を生んでくださった方々に感謝です。いや本当にそうですよね。これ自分がやっぱこう演じる役だったり、こう自分の役にこう携わる役がこう生まれた記念日みたいなのがこう本当にそのメンバーでやれる祝えるっていうのは本当にこうありがたいことですし、もう三日月先生にね感謝とこうなんかこうリスペクトの思いでいっぱいでございます。ありがとうございます。本当に、ね、ありがとうございます。でね、最後なんですけども一言ずつ挨拶を、はい、よたかくんから、はい、精一杯頑張って演じ切りますのでよろしくお願いします。はい、こうねグダグダ感がたまらない、たまらない、怖い怖い、ね、怖い。こつばめさんいかがですか。はい、もちろんカーニバルっていう作品全部に愛情を注ぐとともに、やっぱりここのカラスナメンバーすごく愛情あるので頑張ってみんなで作り上げていきたいと思ってますので、ぜひ見に来てください。お願いします。閉めちゃった。やっぱりそうですね、初めてのこと尽くしでまだちょっと緊張してるんですけど、みんなで仲良く、そうだね、なんか言えばいいか、こっち見ていいんだよ、こっちで、あ、いいんだよ、あの、ちょっと、まあ、一応私、一応こういう感じなので、そうですね、あとみんなのことを大切にしながら、また大切にしてもらいながらいい作品作れたらいいなと思います。ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。本当にキャスト唯一の悪役ということで、まああの本当にいい意味でこう物語を締めれればなと、こうなんかこう皆さんのこう心を動かせることができたらなと思っております。本当に精一杯演じますのでよろしくお願いします。いいよ、最後ね、最後ぐらいということでね、ザ・ステージカーニバル始まりのロンド、ツバメ&ヨタカバースデースペシャル、これにてお開きですが、ね、皆様と会場で劇場でお会いできる日を本当に楽しみにしております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。